それではイメージフラックスライブストリーミングの使い方の説明といたしましてドキュメントの中のクイックスタートの手順をなぞっていきたいと思います。これがこちらはイメージフラックスのドキュメントのページになります。こちらクイックスタートを見てみます。手順としたしまして3段階です。まず配信するチャンネルを作成します。そののチャンネルの情報に従いまして WebRTC のクライアントから配信接続をいたします。そうすると配信が開始されます。で切断したらすると配信が終了だします。で終わりましたらチャンネルを削除してください。この3段階になります。でまず配信するチャンネルの,の作成ですけれども、API として Create Channel API を使います。でこのチャンネルの与えるパラメーターというのは、 生成する HLS の変換パラメータとそれから Webhook の送信先の URL になります。Webhook を使用しない場合にはこの Webhook 送信 URL は省略可能です。あとそれから認証のためにアクセストークンを使用しています。アクセストークンはオーソライゼーションヘッダーに指定します。これは後で具体例をご覧に入れます。次にこの チャンネルの情報に従って WebRTC のクライアント多くの場合はブラウザーとなりますけどもそこから接続して音声と映像を送信しますで接続すると数秒した後に HLS のプレイリストファイルが作成されて HLS の配信が開始されますでクライアントとしては例えばシグレットさんの MOMO なんかも使用可能ですで終わった後はチャンネルを削除してくださいチャンネルの削除には Channel の API を使用しますで何度も配信する場合には同じチャンネルを使い回すのではなくて配信のたびに新たにチャンネルを作ってください。で使い終わったら削除するということをしてください。それでは具体的な手順を説明いたします。まずは、えっと、こちら最小限の手順になります。で準備といたしましてままてずは えとアカウントを開設したときに発行してもらったアクセストークンの文字列を手元に用意してください。でそれから、えー、とサンプルコード、こちらがリンクになっていますけども、こちらから ZIP のアーカイブをダウンロードしてください。ZIP のアーカイブを開きますと、センド HTML、e i v ブ HTML、HLSHTML という3つの HTML のファイルがありますので、それを取り出して、まあ、作業ディレクトリーにコピーしてください。 でその作業デディィレレレククトトトリリをカレントディレクトリとしてください。あとそれからそのカレントディレクトリーに空の JavaScriptSDK のサイトから空 .min.js をダウンロードします。それはカールコマンドを使ってこ,れをこのコマンドを実行していただければダウンロードができます。あとそれからカレントディレクトリをブラウザーで開けるようにするために HTTP サーバーが必要なんですけども今回の場合は あの Python3 のワンライナーでこれをこのコマンドを動かしていくことにいたします次はチャンネルの生成になりますチャンネルの生成にはクリエイトこれですねクリエイトチャネルのクリエイトチャネルの API を実行するわけなんですけれども今回は手動でカールコマンドを使って叩きたいと思いますでカールコマンドで 与えるパラメータは JSON なんですけどもこれは HLS の変換パラメータ今回の場合は2つの解像度1 2 8 0 × 7 2 0十3 0 f p s それから6 4 0 × 3 6 0の3 0 f p s この2つの解像度にトランスコードするような設定にしておりますでこちらのところをですねこれをコピペして実行していただければいいわけなんですけれども この部分アクセストークンのところというのはあのご自分のものに書き換えてご使用してください。でこれを実行すると,、えー、と JSON が、えー、と返ってきます、えーと。項目としてこの3つの項目が入った JSON が入ってきます。でこの上の2つ「チャンネル i d と,、えー、と「s o l a u r l はソラに対して WebRTC 接続するときに使用します。で3番目の「PlaylistURL、えー」プレイリストというのは HLS で視聴するときに使用いたします。 サンプルコードの変更箇所なんですけども送信,送信側のコードではセンド .html の中のチャンネル ID とその URL 要するにこ,のこちらのこちらの行を先ほどのチャ,ネルチャンネルの情報の中に含まれているこちらの情報に書き直してくださいそれから同様にしてあのリシーブ 受信するコード、ReceiveHTML もあのこのチャンネル ID とソラ l u r l の2行をあの書き換えて使ってください。あとそれから HLS の受信のための HLS.html の場合は、えっと、プレイリスト URL、この行ですね。こちらの行をチャンネル情報のある URL に書き換えてください。え実際の、えっと、ファイルはこのような感じになります。 これが、えー、とセンド HTML ですけれどもこちらこの2行は書き換えてくださいそれから s シ v HTML の場合はこの2行を書き換えることになります HLSHTML では こちらの行を書き換えてください。で、実際に、えっと、これを、あの、動かしてみたいと思います。こちらで、Python3 にあるワンライダーで HTTP サーバーを動かしています。これをブラウザに、新しいタブでこうすると、 ように今は WebRTC で送信をしていますで。これを受信することはこちらですね WebRTC で受信するはこれを開くとこれは WebRTC で受信している状態です。でもう一つ HLS で受信する場合はこちらを開けばこのように HLS でも受信できることが確認できました。 配信が終わりまししたらチャンネルの削除をしてくださいでこちらのシェルスクリプトをコピペして使っていただければいいんですけどもこちらの行この2行はあとご自分で使っているアクセストークンあるいは今回該当するチャンネル ID に書き換えて使ってくださいと。これでローカルファイルを使っての簡単な動作確認ができました。次はこれらのファイルを HTTPS のサーバーに置いてやってみてください。 注意点としては、HTTP ではなく、HTTPS を使ってください。HTTPS でないと、ブラウザーからのカ,メラのマイカメラやマイクを使用することができません。はい、以上で簡単ではありますが、最小限の手順でイメージフラックスライブストリーミングの動作確認をする手順を説明いたしました。はい、ありがとうございました。